はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は久しぶりに VTube にちょっと興味を持ちまして、2、3年少し忘れていたんですけれども、一気にですね、便利になりました。ですから、この状況を皆さんにご説明しようと思って、今日は立ち上げています。何の説明もありませんが、このソフト自身は、VMagic Mirror というソフトでして、Windows だけでしか動かないんですけれども、とってもよくできています。今まではこのように口パクとか、ちょっと首をこう動かすとかですね、こういうのって随分前からできてたんですけれども、このソフトは手を上げるのも対応しています。こんにちはみたいな感じで、そして指も折れます。今、チョキですね。そしてパー。はい、1本。はい、親指。はい、こんな感じで指の動きまでシミュレーションできるというとってもすごいソフトです。そしてウェブカメラだけで全部できるようになっています。もちろん反対の手もこうやって上がります。さらにすごいというのはキーボードを打ったりします。するとそれもシミュレーションします。このようにキーボードを叩くとこういう風になります。キーボードを叩いているような格好をします。そして、MIDI のキーボード、ここですね。この鍵盤を叩くと違う場所で MIDI コントローラーを触るようになります。はい。ちゃんと手の間も変えたりします。そして、トラックボールを動かし出しますと、このようにトラックボールのような手になります。このようなことができるわけです。もちろん目線も動きます。このように首を振ったり、そして目だけをこう動かすと目の玉がこのように動くということになります。そして今までこういうふうなものをバックに合成しようとすると黒巻き合成をしないといけませんでした。このようにグリーンバックをつけるわけですね。こうやってグリーンの色抜きをするわけですけれども、それらも全部自動で透過ができるようになっています。また影の色なんかもかなり細かく設定ができまして、もう少し影を薄めにします。こういう感じですね。奥行きの調整をしたり、このようにして変更を加えることができます。そして、キャラクターを使うことになりましたので、僕の声も若干変えています。この声というのは、Zoom の V3 でボイスチェンジをしています。今までは TTS でキャラクターボイスを使ってたんですけれども、手っ取り早く作るときには、これの方がいい感じがするので、ちょっとこれでもやってみたいと思っています。手なんかもね、こうやってクロスをすると、クロスのようになるんですよね。手のクロスもこういう風にできるようになります。もちろんこう開くような形で顔のそばでこういう風にもできますし、微妙に今顔の位置の高さですよね。もう少し下にやります。はい。こういう風に微妙な高さ、もっとバンダイします。はい。こういう風にいろんな高さもちゃんとシミュレーションしているわけです。同時に指を折ったりしても、指をこのように折っていくことができます。ちょっとぎこちないですけれども、このように指の動きもできるようになっているわけです。このキャラクターは Vroid Studio Mobile という iPad のソフトで作りました。もちろん PC ででも作ります。そして Vroid Hub という管理するようなサイトでやり取りができるようになっています。皆さんも関心ができましたら、基本的にはこれで手の動きさえなければ無料で全てのことができます。手の動きだけです。もし手の動きをつけたいという人は、ソフトは2500円で販売しています。ただし、ウィンドウ版だということを気をつけてください。今日は DTM の情報ではなかったですけれども、VTuber に挑戦したい人が手軽にウェブカメラだけでできるようなそんなソフトをご紹介しました。時代はどんどん進みますね。また皆さんと一緒に研究していきましょう。村長スタジオでした。またね。